はい皆さんこんにちはこんにちは村長スタジオです今日もまた小技のチップスをやりたいと思いますえ今日もまた小技なの村長さん大技はないのいいんだよ小さなことからコツコツとそれでだんだんに覚えていってもらったらいいんだよそっか大きなことなんてできるほどの柄じゃないしねお前が言うなよだから今日も小ネタに徹したいと思います よっ小ネタじ。今日の小ネタは画面の右上にあるいくつかのツールを勉強したいと思いますおのずとみんなが知って使ってるのはこれですね。これはみんな使ってると思うんですね。ちょうどこのように5小節のところにカーソルを持っていこうとかするとこれがもしチェックがないと押したつもりがずれたりしますよね。だから、それを防いで、 きっちりしたビートで操作したいときはこれをチェックしますそうなんです私もすぐにずれちゃうんですよそうだろう。だから初めの段階ではスマップオンにしておくときっちりしたところに行くからねそしてこれ自身はクォンタイズっていうのによって動きが変わります例えばシブ音符単位にしておくと真ん中の方だったら好きな位置に動くんだけど ビートライン近くはピッと吸着しますこんな感じですねどうしても真ん中に置きたい時は拡大しておけば自由なところにポイントしやすいけれど小さく見てる時は嫌でもスナップしたりするんですよだからその辺のところを使い分ければいいんですがいちいちマウスでやってると大変なのでショートカットキーが。 重要になってくるんですねそうそのショートカットキーが覚えられないんだよそうだねみんなそうなんだよでもこのショートカットはきっちり覚えておいてくださいこれをするのはキーボードの N ですこれでキーボードをうまく使って素早く切り替えてくださいわかりましたじゃあ次はその隣のアイコンを見てみますこれって案外使ってなかったり 使ってないつもりがこれがオンになっていたりすると慌てることになったりします例えばこれがオンの状態を知らずにこのようにカットしたとしますそしてこれがいらないなと思ってここを選択してベルキーで消したとしますよねすると後ろのところがこのように詰まってくるんですねもう一度やってみます はい、ここで切ったとしますそしてこれをそのまま消したいと思いますベルキーを押すと消えて後ろがまたついてきちゃいますこんな風にしたくないのにこうなるときはここが怪しいということですそう怪しいんですよねですからこれをちょっと戻しますねコントロール Z で戻していきますこんなときはオフにすることが重要です これであれば目的通りに出るキーを押してもこのようになります。この機能のことをリップルと言います。これは音楽制作というよりも動画の編集でよく使われるジャンプカットとか言っていらないところを切るときのやり方です。頭に置いておかないとどうなっちゃったんだろうと戸惑いのがこの機能ですのでここも。 しっかりチェックをしておいてください。コントロールプラスオルト p ですので、間違って押すことは、あまりないかもわかりませんが、気をつけてください。そして、次は案外重要です。曲全体操作してる時で、このように画面からはみ出ている場合に、この、青いこのマークですね。自動スクロールというのがオンになっていると、自動的にスクロールしていくようになります。 これは他のリージョンを選んだりとか状況により勝手にオフになることがありますがショートカットキーが F ですですからもしオンにしたい時はこの F のキーを押しましょうチェンジができますその次なんですがこれはあまり使いませんというよりも使う方が不便になることの方が多いです このようにリージョンがいくつかに分かれていたとしますそのときにこの機能がオンになっていたらリージョンを押すたびにその先頭にカーソルが動いてしまいます思わぬところに動いてしまいますので僕が使った限り入れておかないほうが賢明だと思いますですからスタジオワンのほうでもはじめにはショートキャットキーが設定されていませんそして 今日の最後の説明なんですがえもう最後まあこの後が便利であるけど皆さんが使ってないそういう機能ですここをスクラッチパッドと呼んでいますスクラッチパッドというのは名前のごとくメモ帳のようなものと考えましょうこれを押すとスクラッチパッドを追加、というのがありますので実行しましたら画面が分割されますこの分割線は どこにでも動かすことができますなんかスタジオワンがもう一つできたような感じですよねそうだよねなんかちょっとややこしくなりそうまあでもこれはとっても便利なんだよ例えばこれを消して別のテイクを作ろうとか思った時にでももしかしたらまた。 戻したくななるる可能性もあるじゃないそんな時にこうやってコピーをしておいてそしてここに保管しておけばいいんだよその時に普通の白いメモ帳なら自分の好きなところに書くと思うんだけれどこれはせっかく DAW ですので元あった小説に置いておくのがここにあったということがわかりますこうやってペーストをします そうすると保管倉庫のようにストックできるのです。そうするとここで消してしまっても、もう安心です。いつでもここから持ってくることができます。その時もコピーとペーストではなくって、このようにドラッグドロップで戻すこともできるんですよ。便利ですね。そうでしょう。こういうようなことを試しながら使ってみると楽しいんだよ。はい。それもメモしておきます。 じゃあこのようにしてスクラッチパッドを使うんですけれどももう一つテイクバージョンができたとします例えばこの横ならこうしておけばいいと思うんですけれどももう一つテイク2みたいなリージョンの場合は複数のスクラッチパッドを追加することができますこのようにして新しく作ったところにこのように持っていくと そうすす。ればバージョンを管理したりできますスクラッチパッドはいつでもこのようにして切り替えすることができますそしてスクラッチパッドの名前も自由に変えることができますので名前を変更というようにしてそしてよくわかるようにテイクアンとかこのような名前にしておけば。 忘れることともないと思い思ます村長さん何でもよく知ってるねまた冷やかし一つヒントとして勉強のやり方は多分できるだろうもしくはできるんではないかというような情報自体を知らないといくらグーグルくんでも検索することができません大抵のことはこの頃はスタジオワンスクラッチパッドとか検索すれば僕以外にもたくさんの人が。 使い方とかを解説してくれたりしていますこんなことがあったよなということさえ覚えておけばやり方忘れても Google 検索すれば大抵のことは出てきますのでやはり情報のネタというのを大事に考える方がいいです私には難しいけどでも大事なことですねそうだよだから情報というのはそのようにして時には紙のメモも大事だね このようにスクラッチパッドというのはメモ帳みたいに上手に使ってください。はいそしてここでですが大抵こういうように削除をします。あっと思った時はコントロール Z Mac の場合はコマンド Z とかでこのように戻しますよね。これがもっといろいろこっちへ動かしてとかこれも動かしてこう前にやってとかいう時に。 3回か4回であればコントロール Z を何度か押せば戻りますよねでもこれが30とか40とか多くなったらなかなか戻すだけでもどのように戻せばいいかわからなくなってしまいますそんな時は編集メニューのところの履歴というのを出せばもっと便利に使えますこのように起動してからの操作が ここに履歴として残ります。そして今はこの青いラインのところですよ。ということがわかります。このラインをずっと下げるとさっきのところもすぐ再現しますしもっと前に戻ろうとしたらこのようにスクラッチパッドがない状態のところまで戻るということができたりします。この履歴機能を上手に使えばどのような作業をしたかということが 簡単にわかるんですよとっても便利でも私は使ったことがなかったうんこういうこともあるってわかれば難しい話ではないんだけれどやっぱり知らないってことはとっても怖いですよねそうですねだからなんでもいっぱい吸収して勉強するようにしようねはいわかりましたじゃあ今日はまたまたこうやって小ネタでしたけれども スタジオアンの便利なチップスを特に初心者の人にわかりやすく解説しましたはい私ももう少しで中級ぐらいっていってもらえるかな早く頑張って上達してね今日もご視聴ありがとうございましたありがとうございました村長スタジオでしたまたねま